今回このご紹介させてもらうジーンズは、アフリカのジンバブエと取れたあのジンバブエコットンっていう原綿を使用しています。ヨーロッパにの高級ドレス撮影に使われるような原綿を使用しておりまして、あとその原綿を、旧式力織機で、織り上げて、デニムの方を使わせてもらってます。で、旧式力織機で織ることによって、ジーンズ本来の無骨さと、あとジンバブエコットン のしなやかさ、この2つを兼ね備えたジーンズになります。で、今回僕が、手に持っているジーンズなんですけども、出印レーベルと言います。で、特徴としましては、バックポケットの、後ろに日本線が描かれています。この日本線は、桃太郎が鬼退治に行く時の上りの上の日本線をイメージした、ラインになります。で、あとその他ボタン、リベットなど全て桃太郎のオリジナルで作られております。で、その他縫製に関しても綿 100% の糸をヴィンテージミシンによって作ることによって、経年変化によって、その人独特の風合いに変わっていくジーンズになります。今回この出印レベル の染め方についてなんですけども、ジーンズの一般的なロープ染色っていった染め方になります。ただこのロープ染色で染め上げたジーンズなんですけども、今回この出印レベルに関してはインディゴの青だけでできる世界で一番濃い色になります。なので吹き込んでいくことによって、濃淡のはっきりとした荒々しいイメージっていうのが醸し出されてくると思います。はい、